まずいや、ちょ、先へ進もう。アンリーさんどこ行っちゃったんだろう。ボス倒す前に話しておくべきだったかな。消えちゃった。話すタイミングがちょっと遅かったかな。お、あのルンドじゃないかこれ。エルセオ、エルセオオブディボリューバレー。うわ、絶景だ。なんか一気に雪景色すごいな。絶景だよこれ。こんな場所があったんだ。地形的にどういうことだ。地下墓地があって、その地下墓地を抜けたら雪景色すごいな。これ今までで一番俺好きかも、このエリア。本当におとぎ話とか本の中に出てきそうな世界。すごいな、こんなに全部いけるのかな。寒そうだな俺のこの格好。完全に軽装だからさ、ちょっと重装装備に変えていくかな、せっかくだから。こんなバックラーじゃ物足りないな。絶対来るだろう、中ボス的な。Bring a door to be granted passage。 ドール持ってるよ。ドール持ってます。ちょっと飛んでない。ドール持ってるけど、なんで。4万7000ソウル。4万7000ソウルが、どういうことですかこれは一体。エルス、なんていうんだこれね。エルセオって言うのかな。エルセオ、ちょっとまあソウル回収させて。エンバーがもうあと12個しかない。エンバー稼がないとこれまずいんじゃないか。ちょっと待って、俺持ってるよ。すごいんだけど。ブラッドボーイに出てきそう。ちょっと待って、そんなにいきなり。まだ俺入ったばっかりだよこのエリア。あ、でもこれ弓で狙えるんじゃないかな。あれ消えちゃった。消えた。幻影だったのかな。あれ消えたね。通行許可された。また現れた。ちょ待って、やばくなったら逃げるよ。何この敵、強すぎないか。雷なんか撃ってるし。でまた消えた。待って、炎エンチャント、いや、もういいや、大丈夫ですよ。で、戦えばいいの、この敵。一定の距離まで橋を渡ろうとすると、後ろに現れる。待って。こう雪エリアだから、やっぱ炎属性の武器に変えた方がいいと思うんだよな。クレモで行くか。ちょっと待って、いくらなんでもいきなりすぎないこれは。クレモにしよう。やっぱこれはちょっと炎エリアだ。炎エリアですね。雪エリアはクレモで行くべきですな。やっぱ体力もっと上げるべきだね、これ。明らかに体力が低い。
ジュアングメイク装備で行こう。これ、ジュアング装備。これは防御力結構高いはずだから。ジュアって上の文字じゃなくて、これはあれだ、ルッツェルンだ。しっかりガードしていこう。まずソウルを回収して。ふわって現れるよね。あれ？現れない。現れた。しっかりガードしよう。しっかりガードしよう。なになになに？一発がおかしい。ダメージ量が明らかに。なんか今俺これ来るべきエリアじゃないんだけど、これ。これ倒さない限り先に進めないもんな。大盾必要かな、これ。欲張らない、欲張らない。一発のやつ攻撃したらすぐガードする。リツリでちゃんとガードできるから。近くに寄ってるだけでなんか刺さってんだけど、いろんなもの腹の骨がむき出しになってからそれが刺さってんのか。お、これははめれたんじゃないかと思ったら消えるよな。なんだこの敵は一体。これ倒すまで俺この橋渡れないの。後ろが何されるか分かんない。攻撃自体はそんな重くない。え、重いよ重いよ、全然重いよ攻撃。笑えてくるんだよ。は？って感じなんだけど。すら渡らせてもらえないというこの体力上げるかもっとで、なんかいつも言ってるよな。俺このエンチャントしていくか。このエンチャントこれ使っていくか。それか毒に弱いとか。ちょっとこれ毒に弱そうだな。ふっと現れるんだよね。ほら、毒に弱い。見えない見えない。毒に弱いはずだ。でもクラップゲイ効いてないんだけど。もうこのエンチャントしてこれ戦うしかないか。それか毒エンチャントで行く。ふっと現れるんだよね、いきなり。安全地帯はどこなんだ、このボス。ボスだよ、これ。安全。モブじゃないよ、ボスだよ、ボス。スタミナ管理が難しいね、このボス。ボスってもうブラッドボーンでいいよ、こういう敵は。これシリーズのことだっていいよ。回復させて、回復させて、する隙すら与えてくれないんだけど。
一番最初の敵でこんなに手こずってたらさ、この先進める自信がないんだけど俺。かといって弓で攻撃もできないしな。何なんですかこれは一体。大盾が必要だな。大盾俺持てたかな。大盾。これくらいしか使えるのないけど、これダメージカット率84だもんな。ダメだな、84じゃ。エンバーがなくなっちゃうよ、このまま。このエンチャントしていくか、こうなったら。一発か二発攻撃したらすぐ離れるっていうのを心が、離れるっていうか、ガードをしっかりと。一発離れる。腹の下にいるのが一番安全じゃない。一発で体力半分っておかしいよね、やっぱり。絶対おかしい、絶対おかしいよ、君。なんで一発で体力半分も持ってからなきゃいけないの。もう無理なんだけど、誰か助けてほしいのか。勝てる気がしないんだけど、どうしよう。逃げるのが一番いいのか。これ帰ってロックしないと攻撃されない。なんでこの隙がないの。君は初めてブラッドボーンの番犬くらい隙があればまだ。こんな連続攻撃されたらもう一回下がるべきだ。おかしいよこの人。今です。地味に削っていくぞ。絶対死ぬなよ、絶対死ぬなよ。ここで死んだらマジでもう。一発離れる。一発離れる。離れる。やばい。こいつ一体で俺エンバー何個消費した。4個くらいパンってやつね。ん、何が取れた。あれ、体力を上げようとすごい決意した今俺。これか。 Boost attack as long as attacking persists。 連続攻撃で上がるってこと。ちょっと一回これソウルいっぱい溜まったから戻って。例えばアンリーさん、どこ行ったんだろう。